さて、追っ始めるか。容器につられて足を止めてみれば息災のようだな、もがく者よ。え、知り合いなの？人間の友達の少ないやつだと思ってたけど、よりによってお化けとは。エルフか、面白いものを連れているな。2年前といい、全くもって縁し深きことよ。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ。以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それはおそらくお前の求めし地でもある。ちょっと待て。そらどういうことだ。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも犬とも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しい問答に付き合ってる暇はねえんだよ。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにしたはず。それは啓示だ。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。職が申されようとしていた。そしてあれはすでにあったことなのだ。
影が視線太陽に照らされし感知より遠く地上に差したる影に住み、我らがこうして図らずもここにいることが何よりの証し。すでに我らは銀河の流れの中だ。影だの銀河だの知ったことか。それにあんた忘れてるぜ、俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがくものってのよ。その因果ってのはどうにもうさんくさいんだよ。以前俺に偉そうに予言した化け物がいたよ。逃れられぬ死が訪れるってな。あんたもそうだったよな。だが俺もキャスカもきっちり生き残ってるぜ。自力であいつを救います。そしてと隔離用の境界線ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いているのだ。存外お前は南に移りし影ではなく、南を波立てる魚やもしれん。忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。あのね。ああ。やっぱいいや。気のせいかな。あのおじちゃん、なんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う、それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、その時俺は。あれが断罪の塔ってやつかな。全員捕らえろ。
邪教徒どもを逃がすな。告発があったのだ。貴様らを査問にかける。ああ、カツ、あれ邪教徒狩りか。それにあいつら見覚えあんな。部下たちが進んで家計を行う私を気味悪がっていたことは知っている。放て。よくもまあハキハキと火をくべられるもんだな。団長殿は幼少の頃から進んで家計場で火を放ってたそうだぞ。炎を見つめていると思い出す。ゴーゴーという音が恐ろしくて扉を開けた。家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ、肉の焼ける匂い、歓声とも罵倒ともつかぬ人々の叫び。ふと誰かが松明を私に渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。分かった。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は知った。夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を。彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当たられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。私は間違っていない。すみません、ファルネーゼ様、体調が優れません。少しの間休ませてもらえませんか。いいだろう。だが体調管理も任務のうちだぞ。火は苦手だ。3年前、自分の母が目の前で家計に処された。そんなことはありえません。製鉄騎士団団員の身内に邪教徒がいるなど。いや、しかし確かに今母と。お前が火を放て。ファル、証明してみせろ。お前の母ではないと。もう一度誓え。お前の主はこの私だ。私だけだ。今までもこれからもずっと。私たちは何を埋め隠し、何を焼き払い、何から解き放たれ、何に縛られたのだろう。
なんでガッツの後つけ回すんだ？ガッツに弟子入りするのか？違うって！人に頭を下げるぐらいだったらな、こそこそ後つけ回してでも技を盗むのが男ってもんだら！泥棒だな。もしかして石を投げる泥棒だから石泥言うと思ったぜ。さて追っ始めるか。巨大な恩を売っとけばコソコソする必要もなくなる。ギブアンドテイクってなもんや。あざとー答えろ。お前らが狩り集めた人間の中に胸に落胆が刻まれた女はいたか。知らんな。その女ならあっちで見かけたぞ。これが聖地だと？悪い冗談だな。吐きだめの間違いだろ。黒い剣士だ。取り囲み動きを封じろ。助けてくれ。俺は魔女とは関係ねえんだ。クイーンのある女だ。魔女なら他の団員が追っておるわ。鍵をくすねておいたのよ。ここをこうやって。よし、開いた。この先にキャスカが。
なんだろうが、かかってきやがれ。おい、何をする。俺は味方だぞ。やめろ。誰か助けてくれ。石だろ、キャスカを連れて先に行け。俺はこいつらを始末する。俺も。あったよ、くたばんじゃねえぞ。してました、黒い剣士殿。あなたに多勢で仕掛けるのは愚の骨頂です。あなたがその剣で10人切り倒せば、途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が伝染した味方は敵に勝ります。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか、あのお嬢さんたちが。この先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね。あなたにはもっと焦っていただかないと。まともにやっても勝てる気がしませんので。あなたはファルネーゼお嬢様にとって少々刺激が強すぎます。消えていただく。柄にもないことやるもんじゃないですね。ほんと食えねえ。キツネみてえな野郎だぜ。もっと早くあいつらと合流しねえと。キャスカ。すまねえ。奴ら捕まえた人をあの断罪の塔へ連れて行ってるみたいだよ。まさかキャスカもあの中に。残念ながらこの祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。すでに我らは因果の流れの中だ。
よっしゃ、殴り込みだぜ。おめえは残れ、足でまといた。俺は俺の都合で動いてんの、ほっといてくさい。あんたに恩を叩き売るまだ絶対諦めねえからな。好きにしな。何者かであったこともなく、誰にも知られずにうずもれてしまった。私の記憶の始まりは、あの塔の下のゴミ溜めの中。自分が何者なのか知ることもなく、教える者もいなかった。高い空、そびえる黒い影、身を切る寒さ、飢え、そこにあるのはただそれだけだった。上の人間たちに化け物と石を投げられ、穴を掘りじっと息を殺すようになった。ある日、ムクロが降ってきた。私の住処はいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私はうずもれていった。穴の底でムクロに押しつぶされて、誰にも知られることなく。しかし意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。5人の天使に彼らは言った。あるものを引き換えにお前の望みを叶えようと。あるものとは、私を囲むこの世界。そして望みとは、完璧な世界を孵化することだ。私は卵、完璧な世界の卵だ。穴から這い出た私は、新たにやってきた人間どもをつぶさに見て回った。そして私がそこに垣間見たものは、世界は醜かった。そんな醜い世界の残骸で私の庭はうずもれていった。真に求めるものはただ一つ、それはこの世界に決定的に足りない最初で最後のかけら、すなわち。突然法王庁への帰還命令が下った。ヴァンディミオン家が手を回したものだった。告げ口したな、父上に。え、知っているぞ、お前が私の行動を逐一本家に報告していること。私が危機として邪教徒どもを借り集め、家計にかけているとでも書き送ったのだろう。父上の命かだろうな。心配性の父上のことだ。お前も当主には逆らえまいしな。はあ。だが忘れるな、お前の主は私だ。お前は誓った、私に剣を捧げると。お前の主はこの私ただ一人だけだ。はい。憎いか、私が。ああ、憎むなんて。いい、忘れろ。私は未だ囚われていた。